はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、鉄拳鉄拳です。はい、そして、清姫ちゃん、分析前編動画までやってきましたが、今回はタイマン戦ですね。はい、戦4の日月2の清姫ちゃん連れてきました。いやー、もうにしても、映せないですね。はい、で、今回の清姫ちゃんのステータスとしてはこんな感じですね。はい、こんな感じの清姫ちゃんで作ってきて、はい、こちらのサーバー、奥義の解放具合、451個中59個と、私のハイカキンサーバーみたいにめちゃくちゃ解放してるようなサーバーではないので、まあ、ある程度現実的な奥義の収集数、ちょっと多めですけどね、のサーバーになります。はい、ということで、今回も SKG メンバーとタイマンの切磋やっていきたいと思いますが、まあ、もう結構 SKG メンバーのみんなも、ここのサーバーのメンバーですね、まあ、かなり、時間が経って強くなっており、まあもうタオさんとか9億ぐらい戦力ありますもんね。なんで今ちょっと一部メンバーがハイカキンサーバーの方の私のグループチャットの方に移動していってて、こっちの SKG のテケテケですね、よりもうはるかに強いプレイヤーさんたちとの切磋になりがちになってきてるんで、ちょっと近々本格的に募集しようと思いますが、今回この動画ですね、見てる方先行でこちらの美課金雪村編のサーバーですね、はい、サーバーナンバー193サーバーの3階家宅というサーバーで、はい、新たに SKG2 っていう切磋グループですね、はい、今作りましたので、まあ、ちょっと今回検証してから次検証するまでまた素材貯め直すところからこのサーバーはスタートなんで、すぐには動画でみんなで一緒に切磋っていうわけにはいきませんが、まあ、今のうちから集まっておいていただけると、将来的には私のチャンネルの切磋検証動画なんかで一緒に戦ってくださる方探してますので、はい、レベルだいたい200ぐらいですね、200前後、まあ、190から210ぐらいのレベルの方、はい、でさらにもう一つ条件として、主力の戦力が、まあ、2500万から3000万ぐらい、まあ、奥義の解放数なんかも100超えてないようなプレイヤーさんですね、はい、だいたい同じような課金環境の方、まあ、主力戦力3500万ぐらいとかでも切磋の時少し調整していただければいい検証結果になると思うので、はい、そのぐらいの方で、はい、こちらですね、久しぶりに新たに193サーバー3回家宅テケテケ00ですねの方にフレンド申請を送っていただければ、ちょっと全員はお受けできませんが、まあ、よく切磋映像を収録するサーバーの方でグループ作って一緒に切磋やっていきたいと思いますんで、ちょっと先行でこの動画見てる人だけお伝えしておきますね。はい、お待ちしてます。よろしくお願いします。はい、じゃあまず私の、はい、テケ2のサーバーですね、ランゼロファーストシーズンのサーバーの竹見和ちゃん、まあ、声援6ですね、2300万でやや格上ですね。スキル1で1回落とされて、こっちもスキル1で1回落として、で、影子ですね。いや、めちゃくちゃ硬い。うん、いいっすね。剥がされなければ本当に硬い影子ですね。で、こっちのスキル2で、今度はこっちが落として、さあ、向こうの方が落ちてますね。まあ、ただ、向こうスキル1で、移行つけて剥がしてくるんで、影子を剥がされて。いや、そうですね。影子剥がされるとやっぱり落とされちゃいますね。で、こっちも2回目落ちて、ただ、こっちも、美香ちゃんのこともう3回目ですかね。4回目ぐらいか、落としてますね。はい、って感じで、まあ、影子を剥がれたとしても、清姫、硬いんですよね。はい、ミカちゃんに影子をここで剥がされて殴られてますが、全然耐えてますもんね、その後。まあ、普通の影子キャラクター、剥がされたら柔らかくなっちゃうんですが、ちょっと異常ですね、清姫。この剥がされた後の硬さが、武将みたいですね。まあ、エントンが剥がれないんで、防御力がめちゃくちゃ高いんですよね。あと、ニュートラルで 87.5% のダメージカット機能があるんで、はい、硬さがすごいです、とにかく。剥がれた後の防守にしては。ただ、ちょっと火力もそこまで高いわけではないので、まあ、得意な武将相手に対するダメージですね。まあ、そこまで出てるかっていうと、走ってるわけではなく、まあ、14ターンはかかっちゃいましたね。まあ、ただ、ミカちゃんに対バンで勝つのはなかなかいい評価ですね、これは。はい、幸先の良いスタート。さあ、じゃあお次、ミネニャンコさん行きましょう。はい、ミネニャンコさんのヒミコですね、2800万格上ですが、痛いですね。ただ、こっちも殴ってって、まあ、ヒミコはただ落とした時の反撃が本当に強いんで、この後ですね、落ちますが、これ燃焼で落とした場合、ヒミコ反撃できないんで、はい、ヒミコこの後ですね、燃焼ダメージ、はい、1回落ちて、反撃なしでスキル2のスタートという感じで、ちょっとうまく噛み合いましたね、今。はい、そしてこっちのスキル2は、はい、連撃。あ、でもやっぱり反撃もろに食らうと今、一気に飛んできましたね、致命ダメージ。はい、この後また、いいですね、ヒミコに対して致命傷を与えて、復活時反撃はなしと。いう燃焼ダメージでヒミコを落としていくぐらいの燃焼の威力、まあ、バリアなしのヒミコっていうのもありますね、格上とはいえ。これバリアあったらうまくいかないんで、この勝負自体はかなりいい勝負になってますが、バリアありヒミコだったら厳しいかなと思います。まあ、爆弾系ヒミコだったら、あと最終的に燃焼で落としましたね。はい、爆弾タイプのローコストヒミコとかであれば、こんな感じで悠々と落としに行くことも狙っていけるかもしれませんね。はい、じゃあお次ロバートさん。はい、ロバートさんのアーグスですね。はい、このアーグスはちょっと格上ですが、そして反射がとても痛いですね。はい、ただ火力は結構出てて、アーグス普通に1回落として、さあアーグスの連撃撃砕つけられた後剥がし連撃になっちゃうんで、影子を剥がされて、まあでも耐えてますね。はい、スキル2のやけど連撃ですね、これが効くと思いきや、こっちのが反射で逆に追い詰められちゃってますね。いや、本当にアーグスの反射力は化け物ですね、タイマンにおいて。タイマン本当にトップクラスに強いキャラクターなんで、アーグス、まあそれ相手にまあまあいい試合してますね。でも燃焼つけてやけどつけて、アーグスのスキル1、はい、
しっかり撃砕つけられるまでは剥がれないんで、なんとか耐えて、撃砕つけられて剥がれた後も少し耐えてますね。それがすごいですね、少し耐えちゃうのが。そして火傷連撃も一応アーグスに復活回数何回か消費させるぐらいの力はありますが、もうちょっと火力やっぱり欲しかったですね。反射で犠牲になる分ダメージが、早く早期決着つけたいとこでしたが、はい、でもいい試合ですね。10ターン持ってますもんね、アーグス相手に。まあ強力な影光があるがゆえにこれだけ持ったってとこはあります。もっと普通のアタッカーとかだったら早々にアーグスの反射で落ちてるんで、ボリュームの高い影光で反射ダメージをある程度いなすことができていたってとこが大きいですね。まあこれ鏡ちゃんなんか連携させて剥がれない影光にしてれば、アーグスに影光剥がされずにもっと反射ダメージを影光で受け止められるんで、下手したら勝った可能性すらありますね。もう多分アーグスも残り1回分残ってたかどうかですね、復活が。まあ十分な戦績ですね。さあじゃあ次行きましょう。はい、お次は安倍の生命アミさんの、はい、同じ影光硬い同士ですね。まあ、ものすごい硬い影光を展開して、で安倍の生命も生後剥がしできないんで、こっちの清姫の影光ももろに残るんですね、ずっと。はい、お互い剥がすことができないとこれは泥試合ですね、影光同士の、はい、決着のつかない戦い。全くダメ。あ、でも一回落としましたね、安倍の生命のことで。逆にこっちも影光のタンスが切れれば、はい、耐久やや落ちるんで安倍の生命に落とされて、いやすごい試合、これは見てて楽しいですね。もう最大級の影光の2人のトップ争い、影光が剥がれた瞬間しかダメージちゃんと取んないですもんね。今安倍の攻め剥がれて1回落として、またすぐ影光硬い楽しいこれは。はい、いやいや安倍の攻めの方が戦力下なんでこっちが有利ではありますが、まあそれにしても長い試合になって、まあ結局この後ですね、19ターン目20ターン目と、あ今1回落としましたね。戦いは長引き決着はつかず、はい、20ターン経っちゃうと切磋ですね、戦意がついて火力爆上がりしてしまうんで、これ白バフの戦意がついてしまったんで、まあ、もう副将さんの個性も何もないんで、まあ、これでおしまいですね。まあ引き分けといったとこですか。はい、じゃあラムセさんのアポロですね。2600万格上アポロ、まあ弓将にはやっぱり弱いんで、しかも火力を剥がしてくるんで痛すぎますね。はい、痛すぎますが、にしては結構硬いですね。やっぱり2回落とされちゃいましたが、まあ、普通の剥がれる火力系キャラだったらここで終わってますからね。そして今火力を剥がれない状態で、はい、スキルにアポロ剥がしないんで1回落とされましたね。それでもやっぱり火力強いですね。でも1回で済みました。はい、まさかの剥がれる影光キャラクターでアポロの連撃含め2巡目まで生存すると、割とすごいことしてますこれ。はい、ただ5ターン目で落ちるということで、まあ持たないですね。さすがに苦手すぎますこれは。さあじゃあ行きましょう、ともりさん。はい、猛角ですね、1500万。まあやや格下ではありますが、猛角の1500万はもうただのバリカタバケモンなんで、はい、これに関してはまあちょっと1巡目ぐらいは流しますが、はい、全然ダメージ出ないですね。やけどつけて殴ると火力出るはずなんですが、猛角がうまくやけどを剥がせてないですね、今の。ちょっとやけどが出ると、剥がれた瞬間にやけどダメージがすり抜けていくんで、ダメージ出るんで、ちょっとそれ見たいですね。2巡目見ましょう。6ターン目。はい、ここでやけど剥がしのタイミングのダメージ見ていきましょう。あ、そういうことか。猛角に 10% 超えるダメージが出てないんで、剥がし機能がアクティブになってないですね。硬すぎて。なるほど。飛んだエラーですね。はい、ということで、この試合ですね。こんな感じで泥沼です。はい、結局こちらも20ターンまで長引いて、まあ、もう格の逃げ切りということで、まあタンクキャラクターとしてはここまで敵の攻撃耐え切れば役目を果たしたということで、これは負けですね。はい、じゃあお次、私の別サバのおでんちゃんですね、との試合見ていきましょう。はい、おでんちゃんはまあ硬さもあるし、何より落とした時の反撃がめちゃくちゃ痛いんで、ここですね、落とすはいいんですが、はい、その反撃がめちゃくちゃ痛くて、それでこっちも致命傷を使っちゃうんで、まあでも硬いですね、しっかり影光で受け切って。まあ、おでんちゃんただ生後剥がしも得意なんで、影光も将来的には普通に剥がされちゃって、はい、こんな感じで影光ない状態で攻撃受け止めなきゃいけないんで、ちょっと痛いですね。まあ、ただおでんちゃんも火力あまり高くないんで、長い試合になりますねこれも。まあ、おでんちゃんを下手に落としちゃうとでっかい反撃が返ってくるんで、それが嫌ですね。はい、ここで落として反撃、あでも耐えましたね一発。あでもまあ9ターンで落ちますね。はい、まあ、ちょっと今のおでんちゃんはまだ怠慢で勝てるキャラクターはかなり少ないですね。さあじゃあお次行きましょう。はい、こちら孫権ですね。ローコスト孫権900万ですが、 HP は3000万近くある。強力な反射ダメージ痛いですね、反射ダメージ。ただ猛角に火傷や燃焼なんかをつけて、それで致命傷を地味に食らわしていくという作戦ですね。あとはこっちも影光でかいのつけるんで、影光で反射ダメージをある程度さばくことができると。まあ、これは安倍の生命もそうですが、結構こういったローコストタンクには強いんですよね、影光がでかいキャラクターっていうのは。いいですね、耐え切って。さあ影光壊れちゃいますが、復活回数なんかを残して、はい、孫権に勝利と。まあ、ローコストのタンクキャラクターだったら、なんとか清姫さばいてくれそうですね。はい、ガチ孫権は無理です。じゃあ次行きましょう。はい、ロキですね。まあ、風魂キャラクター。風魂も影光でかいの作れば耐えられるんで、そこ見ていきましょう。ロキのスキル1耐え切ると思いきや、これ封印ダメージで落ちて、はい、こちらもスキル1打ってって、耐えられちゃってますね。さあ、風魂ダメージ。
はい、もろに食らってこっちのスキル2あるんで、スキル2の攻撃回数全部風魂消費しきりますが、1回復活使わされたぐらいですかね。実はあんまり風魂ダメージでっかい影光キャラクターには通用せず、まあ、影光で風魂ダメージを抑えられるんですね。はい、なんで、まあ、痛いは痛いですが、まあ、この強力な風魂キャラクターのロキとマーリンですね、なんかの風魂を影光で抑えることでかなりいい勝負になってますね。はい、しっかり7ターン目に風魂なんかも全部耐え切った上でロキを落として勝利と。風魂キャラクターにも対応してるのいいですね。はい、じゃあ次行きましょう。つくよみちゃん、はい、つくよみちゃんは生後剥がしができるんですが、知力値今回の清姫ですね、結婚家で合わせてレベ掛け440得られるんで、このつくよみより知力値が高くなっており、生後奪いさせてませんね。はい、その上で殴ってっていいですね。まあ、影光の規模が剥がされなければ断然こっちの方が高いんで、まあその上で殴り合ったら安倍の生命ぐらいしかまともな影光のサイズ規模で勝負できるキャラクターはあんまりいないので、まあ宮廷忍者とかいますけど、まあつくよみちゃんぐらいだったら剥がされなければ殴り倒すことがまともに戦ったらできそうですね。まあちょっと隠したてのもありますけどね。なとはいえ、はい、しっかり影光がないときは落とされますが、影光を展開した後はもう全然落とされず受け切って、あ、一回落ちましたね。とは言うものの、こっちの方が余裕ありで勝利と。はい、つくよみ下しました。さあ、じゃあ次行きましょう。工芸。はい、工芸は弓章で結構、ジャンル的には苦手な職業の相手ですが、いや、硬いっすね。影光なしでもしっかり攻撃受け止めきりました。さあ、そして影光が展開されればさらに硬くなり、スキルには剥がしが工芸ないので全部受けて。で、墓地の連撃。いや、結構効いてますね。はい、漢日なんかもつけられてますが、まあ、盲目に関しては、毎ターンこのキャラクター、罪悪剥がせるんで、まあ、スキル打ち終わった後になっちゃいますが、この5ターン目、はい、盲目も剥がしてフレッシュな状態に戻り、6ターン目ですね、はい、しっかり盲目も剥がれた状態でスキル2を清姫打っていっていいダメージですね。工芸の得意な玉壁に関しても一発一発がでかいダメージだと、間に挟む玉壁がそんなにいっぱい挟めなくなるんで、まあ、廃課金の方行くと工芸本当に手がつけられないですが、ここら辺であればまだ玉壁無限耐久もそこまで怖くないんですよね。まあ、とはいうもののやっぱり長い試合になりますね。清姫にももう一押し火力が欲しいとこでした。さあ、にしても硬い清姫、一応影光剥がされてるんですけどね、はい、剥がされた後のこの粘り、いや面白いですね。はい、15ターン目、燃焼と火傷つけて連撃しながら、いいですね、工芸倒して勝利と。うん、工芸に勝てるのは大したもんですね。はい、まあ、ちょっと200万隠したってのもあります。同格だったら負けてたかもしれないですね。はい、じゃあ1900万のトークン、トークンは工芸と違って火力甘くないんで、はい、ガンガン殴ってきて、これ痛いっすね。もう火力全然違いますね。いや、あの燃焼連撃が痛いんですよね、やっぱり。まあ、帰国士とかもそうですが、そして剥がれない残影状態に隠れるトークン、まあ、こっちも剥がすことがそうなるとできないんで、ちょっとダメージ出しづらいんですよね、トークン相手だと。で、避けられて、レベル差なんかレベル下なんですけどね。はい、やっぱりアポロとか、まあ、トークンといった剥がしながら大ダメージ、でっかいの狙えるキャラクターには一瞬で滅ぼされますね。さあ、じゃあ次行きましょう。2000万。はい、ポセイドン。このキャラクターも生後全剥がしキャラクターですが、まあ、割と清姫武将相手には、はい、硬さもあるし、一発残りましたね。はい、攻めもダメージ通せるんで、まあ、弓将の残影とかちょっと嫌ですが、武将とかであれば割と軽快にダメージ出してくれるイメージですね。まあ、さっきの竹美香ちゃんとの試合もそうでしたね。はい、まあ、影光剥がされちゃいますが、その後の硬さがちょっとあるっていうのがいいですよね。さあ、5ターン目、はい、ポセイドンのスキル1、ここで影光を作られてすぐ剥がされちゃうと思いきや、ポセイドン連撃の方にはすれば影光剥がし、生後全剥がしないんで、でもスキル2で剥がされてますね。まあ、剥がされると1回ぐらいは落とされるかどうかぐらいまで食らっちゃってますね。同格だったらまあ落とされてるかもしれないですね。もうちょっと頻繁に。200万格下なんで、いやいやこっちが有利な状況で戦わせてもらってます。はい、ただ競り勝つのは清姫ということでいいですね。さあ、じゃあ次、2200万のブリュンヒルド。まあ、さっきのポセイドンに勝ったんで、ブリュンヒルドはもうちょっと余裕ですね。はい、まあ、ただブリュンヒルド狂乱状態になると燃焼にならなくなるんで、燃焼にならないと清姫スキル2のダメージ倍が出せないんで、まあ、というか今回のタイマン戦ですね、大体みんな致命無視や復活いっぱいできるんで、スキル2の連撃の最中に燃焼が剥がれちゃって、どうしてもやっぱりスキル2の火力が伸び悩むんですよね。まあ、デッキ戦では利子と組ませて戦わすのがいいんですが、このサーバーはちょっと利子雇ってないんで、デッキ戦もちょっと苦戦しそうですね、残念ですが。はい、そしてブリュンヒルド相手にも、まあこっちは硬いんであんまり落とされませんが、いいですね、前段耐えて、まあ、ただブルちゃんのことも落とすのに時間がかかってると。いいですね、ブルちゃんの攻撃は本当に痛くないですね。はい、全部受け止めた上でブルちゃんを殴っていき、そろそろ終わるか。まだ生きてますね、ブルちゃん。本当耐久が長いですね。あれ、これ時間切れか、もしかして時間切れだったかもしれないですね。ちょっと記憶が曖昧ですが、
はい、狂乱状態だとやっぱり火力が出づらいのもあって、あ、これ20ターンいけますね。20ターンいったとこで一発目の、はい、ここでもう繊維がついた状態で清姫が殴って落として勝利と、まあ、あとちょっとでしたね。まあ、ギリギリ逃げ切られました。はい、そして清姫ちゃんいかがだったでしょうか。ちょっと今回の清姫ちゃんに関しては専属武器が自分のものじゃないので、ちょっとクリティカルダメージなんかが少しだけちっちゃい状態でしたが、まあ、それでも個性としては大きく変わる部分ではないので、はい、大体同格と戦ったら、まあ、ここら辺の育成体だとこんな戦いが再現されそうだということが伝われば嬉しいかなと思います。いや、硬さいいっすね。影子剥がれた後硬いっていう、まさかの帽子にあるましき耐久の仕方でしたが、まあ、そこが面白い。で、あとはこのキャラクターデッキ戦ですね。デッキ戦で味方の守りたい相手に日陰をつけたり、まあ、味方に対して遠遁をつけたりってとこが面白いキャラクター。まあ、やけどばらまけるところもこのサーバー今回はロキちゃんも投与してるんで、ロキちゃんと組ませたいですね。はい、あと剥がれない影効果マーリンと組ますことでそれもできるんで、このサーバーマーリンいるんで、デッキ戦では剥がれない影効でお届けしたいと思いますんで、剥がれても硬いんで、剥がれないとどうなっちゃうのか、はい、明日デッキ戦も楽しみに待っていただければと思います。はい、そして最後までご視聴いただきありがとうございました。Stop!